What it do, J Boogie Crew, greatest crew of all time. It's the boy J Boogie back with another anime episode for y'all tonight. Better react to Danadon. Yeah, we're gonna react to Danadon episode 3. This is pretty good. I ain't gonna lie, this is fresh right here, bro. I'm loving this anime so far, bro. I'm loving it, bro. It's hitting, bro. Like it's, bro. I ain't gonna lie, we eating good, y'all. If you love anime, just know we eat. You know we eating good, bro. Cause we eating good, bro. Like, I'm not even heard about any other animes as endings, but it's just like, bro, we good. We got other good animes coming out, bro. Cause these people can write. But I'm gonna jump into this, man. See how this goes down, cause grandma's coming. So we're gonna see how this go down, bro. Granny versus Granny, baby. Let's go, man. Oh, it's gonna be good, bro. I'm expecting blood, tears, sweat. And I think that's it. Alright, time for Danadon. Dang. Wait, she was right? Oh, well, say, she gangster like that. Dang. Damn, she with a Nobara from Jujutsu Kaisen? It's a granny versus granny clash, baby. Ooh. Lord have mercy. めちゃくちゃ早いじゃん。まあでも予想通り転がったな。わしの近くに回り込むと思ってたぜ。前もって貼っといた罠にまんまと入ってくれたぜ。その線から出たら死ぬぜ。そいつは結界だから。 That's clean, bro. Bro, she really got this bad. But Granny is fine. I knew it was coming. I knew the batter, bro. What she did? Damn.
だ自慢のスピードも使えねえな。このクソババア。ババアがババアにクソババアって言いやがったな。Am I tripping? Why am I in love? Nah. ちょっと帰ってたの？うっせえぞ。今バカ殿見てんだろうがよ。そんなことよりちょっと話あんだけど。心霊スポット行ったのか？あ、行った。うちじゃなくて友達が。なんで？なんでって話してて流れでそうなった。バカ殿は日本の宝だぜ。ねえ聞いてんのかよ。てか男のやつ見なかった？そいつうちがいないとヤバいんだよ。悪霊ならぶっ殺したぜ。はあ？悪霊ってどんなやつ？メガネかけてる？おいおい、おめえ幽霊なんか信じてねえだろうがよ。それにわしはエセ霊媒師だぜ。Boy, she was putting in that work. まで根に持ってんだよ、クソババ。やばいことになるかもしんねえんだよ。ちゃんと答えろ。よせよ、こんな話信じるな。悪霊なんかいねえし、わしは偽物だ。おばあちゃん。ごめんなさい。うちが間違ってました。だから教えて。悪霊どうしたの？本殿へ行ってみろ。クソババア！オカロに何かあったら許さねえから！ This animation is really good, bro. あいつはただオカルトが好きで、友達が欲しかっただけなのに、うちのせいだ。うちが無理やりあんなとこ行かせたから。ごめん、オカル！ All this happened over a bet. It's crazy.Damn, my boy eating some rice cakes, bro. Those are rice balls? また厄介なやつに手出したな。昔は100キロババアとか呼ばれててよ。全国で暴れ回ってた近代妖怪だぜ。そんな神出鬼没の野郎が最近あのトンネルに長いこと居座ってるって聞いて、一度だけ様子を見に行ったこともある。異様だったぜ。あまりの霊気の強さにトンネルに近づくことさえできなかった。自爆霊って知ってるか？何か強い執着を持ってその場所に居続ける霊のことだが、奴らは自分のテリトリーの中では最強だ。ドメインエクスパンション。どんな霊媒師も自爆霊とはまともにやり合わねえ。その自爆霊があのトンネルにはいた。それがどういうことか。ババアと自爆霊が合体してやがったのさ。Ew。あれには手を出すな。わしも大事な孫を失いたくねえ。おめえはちょっと。It's like the best looking granny I've ever seen in anime。そいつのことは忘れろ。おめえは日常に戻れ。うちがラブなケンさんだったらこういう時どうするだろうって、いつも迷ったらそう考えることにしてて、今までそれで後悔したことないの。でさ、ケンさんなら 100% 助けるんだわ。だからうちもそうする。ケンさんっておめえ、そのガキ大好きだよ。そのことじゃないから。おい、告られてんぞ。どんな気分だ？ダンスベスト。俳優の方だって。は？奴は自分の足に絶対的自信を持ってる。適当に挑発すれば必ずそれに乗ってくる。問題なのはここからだ。自爆霊のテリトリーは消耗しない。そこからターボババアを市外へ誘い出せ。捕まらずにな。テリトリーから引き離せれば、奴は弱体化しておめえらでも倒せるようになる。いやいや、この軟弱な足見てよ。ターボババアに鬼ごっことか絶対無理。そんなんじゃなくてさ、あの結界とか使ってなんとかできない？トンネルに張るとかさ。そいつはできねえな。
そもそもわしは手伝えねえ。はぁ、あ、何それ。わしの結界術はこの土地に住む神様の力を借りてる。わしらの住む神越市を出たらこの能力は使えねえ。うちらもテリトリー持ってんだ。すべての土地がそれぞれの神を持ってる。問題はホームかアウェイかってことだ。とにかくターボババアを倒すにはこれしかねえ。今から体鍛えりゃババアから逃げられるくらいにはなるだろう。マジで言ってんのそれ。うちがどんだけ頑張ったって陸上の県大会にも出れねえから。出ねえじゃねえ。あ、こいつだ。あ、そっか。やっと話に入れてもらえるんすか。ごめん忘れてた。じゃあなんでさっきすぐバンってドア閉めたんですか。あ、それはあの、ほら見たことか、やっぱり幻滅したんだ。違うつってんだろ。むしろ今幻滅してるわ。いちいちめんどくせえ。すいません。かっこよかったよ、戦ってる時は。でもオカルンどんくさいし、多分次もうちが助けちゃうわ。今日はそこで寝て、今布団持ってくるね。綾瀬さん。ん？あの、その自分は喉乾いたんで水ください。この麦茶持ってっていい？おうよ。衝撃のニュースが飛び込んできました。ショッキングニュース。人気アイドルのショウマさんに隠し子がいることが判明しました。また年齢も20歳ではなく27歳だったということです。こいつはラーメンじゃなくてカレー好きってところも訂正しろ。 Oh she was right。 お相手の方とは席を入れてないとのこと。なんつうのかな、オカルにオーラが見えるっていうか。オーラ。あー、 OK、 That's clean。 オーラが小さくなって呪いが抑えられるって感じ。オーラは誰にでもあって色はいろいろなんだけど。あー、 So she can see the aura。 うちはそのオーラをつかめて自由に動かせる。届く範囲は狭いけどね。超能力ってもっと万能なもんかと思ってたけどよ。結構制約あんだね。超能力に目覚めた瞬間はもっとすごかったのにな。それこそイメージが全部現実になる感じっていうか、無敵って感じ。でもすぐに収まっちゃって、今はオーラをつかむくらいしかできねえっす。モモ、ちょっと目つぶれ。無理無理、そんなことしたら呪い解けちゃうし。要は視覚に頼ってるからダメなんだ。もっと五感を使ってみろ。例えば触覚とかな。オーラがつかめるってことは感触があるはずだぜ。そのまま目を閉じてオーラを肌で感じてみろ。ゆっくりと感じるんだ。冷たい。どう？変身してる。ダメじゃん。やべえな。Hey, I, boy gotta take a dump. Boy gotta take a dump. Let me in on this too. Stupid. Stupid. まで未知の体験に憧れてました。宇宙人に誘拐されたいとか。マジ？でもこれはあんまりだ。こんな呪いさっさと解放されたいって。モモ、おめえ超能力。How old is the granny though? Like, 無敵状態だったって言ってたな。うん。多分それがモモの本来の力なんだろう。Can't be that fine, bro. Like, she's too fine to be like, nah. 何それ？ Anime, don't do this to me, bro. Please. めんどくせえんだよ。修行で少しずつ力を解放していかなきゃならねえし、それがどのくらい時間がかかるかわからねえ。まあ、小僧の肉体改造に時間がかかりそうだからいいんだけどよ。当分トイレ姿見られなきゃいけないんすか？こっちのセリフ。おう！ばあちゃん出た！タープババが！ばあちゃん？ばあちゃん！わっ！てめえ、ばあちゃんに何してんだよ！心臓を皿の皇族が死因を選ばせてやる。Whoa!
わしの呪いは感染するこのガキを媒介してな。滝が見た人間は全員呪い殺せるのさ。What the heck? なめるんじゃねえぜ。てめえに時間なんかやらねえ。Bro, Turbo Grave tripping. やつはうちの大切なもんを傷つけようとしやがった。ターボババアの野郎、ボッコボコにしたるわい。ちょっと綾瀬さん、こんなところでまずいですよ。こんなのさっさと脱ぎたいの。そもそもいいんですか？悪霊から身を守るための戦闘服なんですよね。おばあさんが着とけって。誰がそんなもん着るか。ドリルはおしゃれが戦闘服なの。着たい服着ないとテンション上がんないじゃん。何笑ってんですか。なんか楽しくない。全然自分今吐きそうです。 Alright, that was a solid episode. I like that one, bro. I one thing I'd say, Granny's fine, bro. Sweet Jesus. Now that she got me, bro. But how old is Granny? Like, how old is she? Like, seriously, like, I don't want to go down that hole of anime ages, bro. Cause like, that's a dark hole. I'm telling you now, man. Like, it ain't a pleasant place to be. Like, I ain't trying to. Well, I wasn't really into her, but there's a certain person, certain character from One Piece that's gonna hurt a lot of folks out there. Whoever's into her. The name starts with a B, by the way, just to let you all know. Just better y'all than me, buddy. But other than that, bro, this is a solid episode. I like this. Hey, by the way, Granny versus Granny, bro, that was literally like a hot 2-minute fight, bro. Even though, dang. So you got Turbo Granny and you got Momo's Grant. I forgot her name, bro. Dioria? Yeah. Santa Dioria, she was crazy, bro. She went in, bro. Homie, she is, bro. She went stupid, bro. Dog, it's a bat with a pencil. I said, oh yeah, she finna cook, bro. No pun intended. But like, bro, that was a good fight. That was a solid fight. Knowing that she used our spiritual, like, I forgot the name for it, bro. If y'all know the name for it, bro, let me know in the comment section below. But other than that, I like how basically I feel like in my bones, homie, he's gonna be able to control this woman, bro. He's gonna control this woman's abilities, bro. And I can't wait to see it, bro. Cause he went stupid that last episode, bro. I need to see more of that ASAP. But other than that, great episode as usual. Can't wait for the next one. And that being said, JW Crew, if you enjoyed my reaction, hit that like button. Subscribe, comment below, and also share this video. Jay Boogie out. Stay blessed, stay safe. And I heard them say, nothing's ever promised tomorrow today. And I heard them